こんにちは、ジャズギタリストの布川俊樹です。実はですね、この録画をしている日、今日はですね、2019年5月5日、子供の日です。令和になって初めての、この布川俊樹ジャズチャンネル、教則映像を録画しているということになります。今日はいい天気で何よりなんですけどもね、僕ももう0歳なんで、今日は子供の日、堪能したいと思いますが、4日目の休みでね、この10連休こんなことをやっているとか、もうね、映像撮りがだんだんこう趣味みたいになってきましたね。ということで今回はですね、中級レッスンを取ってみたいと思います。中級といってもちょっとまあ初心者に近い感じかな。実はですね、大学でやってるジャズフレージング入門という、授業があるんですが、そこの中でもね、コードっぽいプレイっていうか、コード的なフレージングのね、最初でやるのはこれなんですよ。その曲の題材としてですね、ソニー・ロリンズのエブリウェア・カリプソという曲を、これ何回かに分けて、できるようになってみたいなというレッスンでございます。このソニー・ロリンズのエブリウェア・カリプソという曲はですね、ネクストアルバムというアルバムに入ってます。ちょっと僕 LP は持ってたんですけど、 CD は持ってないんで、ジャケット出せないんですが、これ確か僕中学3年の時に買ったのかな、2枚目か3枚目に買ったジャズのレコードでした。1枚目はマイルスのベスト版買って、それでビル・エヴァンスのモントルかライブか、このロリンズのネクストアルバム、どっちかちょっと記憶ないんですが、もうそれで入ってた曲なんですがね、もうあまりにメロディックで、なんでこんなことアドリブでできるのかなと、思った記憶があります。どんな曲かと言いますとね、ワン、ツー、ゴー、ワン、ツー、スリリプソっていうのは、トニリダード・トバコですか、まあ、そこの音楽なんでね、そういうこうカリブ海のね、明るいサウンドっていう感じがします。こういう曲なんですよ。それでですね、ソニー・ロリンズはこのメロディーをどんどん発展させていくというか、基本すごくシンプルなアルペジオとか、そういうのを使ってプレイしています。そのやり方をね、段階的に、レッスンでやっていこうかなと思います。この曲のコード進行はもう大変シンプルです。何小節なのかな、8小節のコード進行を2回繰り返すんですね。それで16小節ワンコーラスになってます。 C F 4度にいきますね。 G7 G でもいいですね。 C F G C 1度4度5度1度という、最初の4小節ね、トニック、サブドミナント、ドミナントトニックですね。その次が A7 Dm7 で G7 C
小節になります。もうこれだけ。だから、まあちょっとジャズっぽく弾くと。G7、C メジャー、A7、Dm7、G7。で、その繰り返し。こういうシンプルなコード進行になってるわけです。